皆さんこんにちは、ニュースチャンネル長谷川幸寛です。今日は健康シリーズということで健康にまつわるゲストの方をお招きしております。それじゃあ早速森山さん紹介してください。はい、今回の特別ゲストは一般社団法人再生医療福祉支援基金理事長、株式会社 N3 代表取締役 CEO の大山奈美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲストコメンテーターで大阪大学大学院寄付講座教授、森下隆一さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。このシリーズは日本高加齢協会のご協力を得て制作しております。大山さん、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ご紹介いただいた通り、はい、一般社団法人再生医療福祉支援基金、はい、理事長って書いてあるんですけど、はい、大山さん、こう言って申し訳ないんですけど、はい、こういう大体社団法人の理事長とかいう方はですね、はい、もう大体こう頭の毛がハゲがったりとかそういうおじさんが勤めること多いんですけど、はい、大山さんお綺麗じゃないですか。そんな ね森下先生、ね、お綺麗じゃないですか。またこれもね、年聞くとびっくりしますよ。いや、年は聞きませんよ。年は聞きませんよ。聞かないんですか、健康チャンネル。大山さん、どうしてこういう基金の理事長になったかって、まずそこに関心があるんですけど、はい、大山さんご自身どういう方なんですか。まずそこからちょっと。うちはですね、はい、再生医療という医療の方に、はい、7年間、はい、約7年間携わってきまして、はい、で元はですね、まあ、グループ会社がたくさんあるんですけども、はい、その中でもクリニックの方ですね、再生医療、はい、行っている、はい、再生医療を行っているクリニックの方で、はい、元は受付をやってて、クリニックで、はいはいはい、受付と、まあ、経理総務っていうのを、はいはい、担当しててですね、はい、でそこで再生医療っていうのを知ることになったんですよ。はい、でその再生医療っていうのはやはりその会社に、まあ、今の会社ですね、はい、に入るまでは前までは全然知らなくて、はいはいはい、で再生医療って何だろうっていうところで、はい、まあ、うん、患者さんたちと接しながら、はい、この医療の素晴らしさっていうのをすごい、はいはい、はい、分かったんですよ。なるほど、うん、はい、緊張しなくて大丈夫ですから、はい、すごい緊張しますねそうですか。いや、それでね、はい、私ちょっとこう、ネットで検索させていただいたら、はい、AS メディカルサポート、はいはい、これはもう会社ということで、コンサルティング、そうですね、医療、はい、その再生医療のクリニックのコンサルティングやる会社、はい、そこの会社で役員されておられて、はい、はい、そうです、はい、でそれがご縁でっていうか、まあ、それがきっかけで、はい、今度はそのこの支援基金ですか、はい、になったと、そういうことですか。はい、はい、そうですね、株式会社 AS メディカルサポートの役員として、はい、お仕事をさせていただいてたんですけども、はいはい、まあ、その中で私が代表する、はい、会社もグループ会社も立ち上げてですね、はいはい、こんなに再生いい、治療を、はい、やはり世の中に広めたいと、はいはい、で、患者さんで来ていらっしゃる、まあ、脊髄損傷だったり、はい、脳血管障害の方々の、はい、手助けに、はい、どうにかその困ってらっしゃる方々の、はい、手助けにどうにかならないかなっていうことで、はいはい、この基金を。森下先生、再生医療ってさ、すごいお金かかりますよね。そうなんですよ。で、再生医療っていろんな種類があって、はい、一つは自分の脂肪とかから幹細胞という元になる細胞を取り出していって増やして戻していくと、はい、でその場合はやっぱり増やす技術が大事だったり、あるいは増やすための方法、要するに効率よく増やさなきゃいけないとかね、うん、品質管理が非常に大事なんでしょう、でこれなかなかね、その普通の病院にはできないので、うん、まあ、それをサポートするような会社、エースメディカルサポートもそうなんですけど、うん、やっぱこういう会社がしっかりしてこないとできない、うん、でそれでもやっぱりまあ1000万とかね、1年を通していけば1回に200万300万ぐらいなんですけど、だからお金でやっぱり十分できないような人もいるし、例えば脊髄損傷とか脳血管、いわゆる脳梗塞の後のね、認知症とかであればやっぱり時間もかかるわけですよ、うん、そうするとその費用が十分払えない人をサポートするような基金が大事だったり、まあ、そういう意味でこういうやっぱり基金が大事だと思うんですよね。で一方でもう一つは、最近はね、高、要するに人のやつを打つってやり方もあるんですよ。高自分じゃなくて、自分のやつを増やすのは自己って言うんですよ。自己、はい、うん、はい、で高っていうのは要するに、例えば他人の高、そうそう、
大山さんとか森山さんからもらった幹細胞を長谷川さんが打つみたいなね、はいはい、うん、で、はい、これはあのよく言われるドラキュラ的な発想で若い人も打つといいんじゃないかみたいな話になるんだけど、日本じゃなかなかなくてロシアの女性とかね、はい、いろいろ言うんだけど本当のところなんかよく分かんないところなんで、あれすごくあの新しい治療法なんでしょ。そうだからまだ確立してないでしょ。だからそういう意味じゃね、確立してない、うん、ということはじゃあ保険も効かない。効かない、効かない、うん、はい、まあ一部効くやつも出てきてるんですよ、はいはい、うん、今のところはやっぱり自分のやつを増やしたようなやつで保険できるなんていう商品が数品目あるぐらいで、うん、まあ、それでもね1回がやっぱり数千万とかなんですよ。数千万、うん、なんでもっとやっぱりね、安くあるいはそのお金がなくてできない人を助けるような基金とかね、はい、まあ、そういうのは非常にこれからやっぱ重要になると思うんで、あ、それでその基金、うん、というのを立ち上げたと。AS メディカルサポートさんは私実はその検索でホームページで見たんだけど、はい、あれ、まあ、そういう再生医療のクリニックのサポートしてて、で一回そのあれですか、そのお金がない人って言ったらもうこう申し訳ないけど、はい、まあ、要するに治療費に困るような方々もこの会社、はい、AS メディカルサポートさんで、まあ、ご支援して、はい、やってあげようということを一回やったらなんかどっと反響があってたくさんが来たと、はい、聞きましたけど、はい、そうですね、再生医療サポートプロジェクトっていうのを挙げまして、はい、でその時に、たくさんの方々から応募を、はい、はい、いただいて、はい、でその時にすごく反響が良かったです。なるほど。でその時に400名くらいの方々から、はい、応募いただいて、うん、で一人一人ズームとかで、うん、面接を行って、うん、もう本当に心が痛いんですけども、うん、その中から15名、うん、15人、はい、15人でも15人でも1人1000万としたら一応5000万かかりますよね、はい、大変ですよね、はい、うん、なのでその時に私たちはやはりその治療をしてあげたくても、うん、こんだけ高額であればできないじゃないですか、うん、なのでこの時に、うん、あ、もっと安くならないかなとか、うん、まあなんかできないかってことですね、はい、そうですね、何か、まあ、そういう支援基金ということですか。そうです、なるほど、はい、先生うん、この再生治療の効果っていうのは、うん、かなりもう確証っていうかエビデンスは出てるもんなんですか。エビデンスはね出始めてるって感じですね。出始めてる、うん、例えば目なんかだと iPS 細胞を使ったやつ、これは同じ阪大の眼科の西田先生が先日発表しましたけど、はい、視力が戻ってきたとかね、視力戻った戻ってきた、うん、だし、まあ、どれぐらい持つかとかね、はい、そういうのはまだこれからなんですけど、はい、それからあと一部になってるのは脊髄損傷に打つと、はい、やっぱりその神経が回復してきてるみたいなやつもあって、はい、でそれは保険適用になってるんですけどね、うん、ただしその効果をもっともっと上げることは十分できますし、うん、で我々今考えてるのは例えばその患者さん その自分の脂肪から取った幹細胞を増やすときにね、うん、僕らがやってる血管再生の遺伝子である HGF、うん、幹細胞増殖遺伝子を入れてやって、うん、でこれ血管だけじゃなくて神経も伸ばすので、うん、より回復良くなるとかね、うん、だからこれから多分その遺伝子と細胞を混ぜたような複合、うん、ハイブリッド型、うん、っていうのが多分出てくるともっと効果が出てくると思います。なるほど。だからそういう意味じゃ、まあ、黎明期が脱却して、始まりの終わりでいよいよ本格的にその効果を実証する段階に入り出したって感じですね。なるほど。今脊髄損傷っていうお話ありましたけど、はい、適用できるものはどういうものがあるんですか。脊髄損傷、そうですね、疾患によってそのクリニックが持ってらっしゃる疾患があれば、はい、再生医療を行えるんですけども、はい、まあ脊髄損傷、そして変形性関節症、変形性関節症、はい、これね多いですよね。そう、これはゴルフする方非常に多いんでね。多いよね、うん、脳血管症、脳梗塞ね、あ、脳梗塞、うん、まあ、たくさんはありますけど、あと皮膚再生とかですね。なるほど、うん、まあね、はい、全体的にやっぱ元気になるというので、そういうの、ね、好む人もいるし、全体的に元気になる、活力上がるというね、活力上がるね、うん、あんまり詳しく聞かないとこもあるんだけどそういうのをまあ期待してる人もいるらしい。でもあれですか、そうすると例えば再生医療、再生治療でその寿命を伸ばすみたいな、まあ、それは最近やっぱりね、高老化はすごいこう世界、学問サイエンスの世界でもねブームで、うん、やっぱり老化病気だというのが結構一般的になってきたんでね、うん、でこれは治療しうるんじゃないかと、うん、
治療しうる、しうる、うん、でじゃあ何歳まで生きるのかって話にいつもなるんだけど、うん、これまあいろんな説があるんだけど、うん、僕の説は125、はい、でなぜかというと脳が死ぬともうそれは再生できないからというね、はいはい、なるほど。でちょっとこの基金の話、あのいやこれご覧になった方でもしかしたら、いや私もね実は、うん、あのそれを受けたいと、うん、応募したいという方いらっしゃるかもしれないんでお聞きしますけど、この基金はどう具体的にどういう活動をしていくんですか？あ、活動はですね、あの、まあ、あの主にはあの、まあ、私がですねあの代表させていただいてる会社が、はい、あのエンターテインメントの方もやってます、はい、エンタメ、はい、エンターテインメントです、ね、はいはいはい、もやってまして、はいはい、会社っていうのはここに書いて N3 っていう会社ですか？そうですね、株式会社 N3 っていう、はいはいはい、で、エンターテインメントを通して、まあ、今コロナの状況で、はい、あのやはり私自身もあのライブとか活動とかできなかったんですけども、はい、あ今は、まあ、やっと皆さんこう、はい、あのイベントだったり、はいはい、音楽活動を、はい、少しずつあのイベントって大山さんご自身なんかこう演じられるんですか？あ、そうですね、もともとあの私、はい、ジャズシンガーでですね、ジャズシンガーちょっと一曲歌っていただいてジャズシンガーだったんだって。それでか、いやそれでなんかガテンが行ってきましたよ、はい、何のガテンが行ったのか、はい、あのもともとこの会社を立ち上げたのも、はい、あのきまあ、再生医療はもともとありますけども、はい、それと別にエンターテインメント、まあ、福岡、はい、私福岡出身なんですけども、はいはい、素晴らしい音楽を奏でても、やはりストレスに言っていいのかな、まあ、あの裕福にならないと、はいはい、生活が、はい、だから生活苦しいと、そう、うん、そうですね、うん、だから何か手助けできないかなっていうところで、うんうん、またこの基金を通しても、うん、あの皆さん賛同していただいて、うん、イベントを通してまた基金を、あ、この基金主催でイベントをやる、はい、やったりする、あそこに協力するっていう、ね、あなるほどなるほど、はい、なるほど、ね、あとまあ、チャリティーゴルフだったりとか、はい、チャリティーゴルフ、はい、あのもう森下先生、あれよ、ね、そう参加しないこと、まあでもちょっとね僕その横から今ね商品見てて、ね、気になってしょうがなくて、はい、増やせるって書いてる商品があってね、何その目の前にある商品、そうそう、これも聞かないで、ね、これ何が増やせるんだろうと思って、この商品はこの基金と関係あるんですか？一応売上の一部を、はい、あの基金の方に、はいはい、これ何の化粧品、これはどの会社であの手掛けて、このメディカルサポートさんとは別、原料はあの株式会社エースメディカルサポートで営業してる、はい、あ内容ですね、あの、はい、成分の方ですね、成分の方は幹細胞の培養器入ってるんですか？そうです、はい、ああ、なるほどね、培養醸成器、今流行りだね、確かに、それでそれを使って、はい、大山さんの会社のこの N3 でお作りになってると、はい、そうです、まあ、こういうことですか、わ、はい、かりました。これは何に効くの、増やせるの、何が増えるんですか？これですか、ちょっと順番に聞いていこうから、その一番右の大きいやつ、これ何なんですか？これはこれが増やせる、何を増やせるんですか？毛が増やせる、なるほどそれ私もらったそしてこっち育毛シャンプー、はい、で育毛剤が生やせる、はい、あ増やせる生やせるね、はい、なるほど、増やせると生やせるが違うの、セルっていうのが細胞っていう意味で、あ細胞、うん、はい、で日本語の増やせるを、あなるほど、はい、なるほど、で生やせる、もう一個あるの？黄色があるね。これはですね、あのビビセルといって、あの日焼け止めになります。ビビセル。で最初はビセルだったんですよ。うん、でもちょっとあの商標が通らなくて、あそうなんだ、ビビセルに変えたんですけども、まああの美しいっていうのを想像していただけたら、ね、塗ってより美しくなる、日焼けも止めれて美しくなる。長谷川さんは増やせるよりもやっぱり生やせるがいいんじゃない？生やせる先生これちょっと肝心なこと聞きたい、うん、この幹細胞の話と、うん、この例えば毛を増やすとか、うん、これやっぱ密接関連ですか？あこれね、あの幹細胞の培養醸成っていうのは培養醸成、培養醸成っていうのは培養液っていうのは幹細胞を増やす時の要するに養分が入ってる液なんですよ、はいはい、でこれが幹細胞がどんどん増えていく時には、はい、自分を増やすためのいろんな成長因子を出してくる、はいはい、でそれが醸成っていうのは上澄みのことなんだけど、はい、上澄み中に出てくるのでそれを混ぜてるわけ、はい、
はいはい、でこれだから細胞が増えるための成分で、はい、その中には僕がさっき言ったような幹細胞増殖因子 HGF でも入ってるんだけど、はい、これ毛が生えるの分かってるんでしょ。それは実証されてんの。それはね、あの動物実験とかで毛が生えるのも分かってて、エビデンスがあるわけ。エビデンスある。あ、人のエビデンスはなんか難しいんだけどね。あ、あのだからそういう意味ではその培養醸成虫にはいろんな意味で育毛成分が入ってるのは確かな。はあ、で問題はそれが、はいはい、その誰由来かとかね、どれぐらい均等に入ってるか、それは何ですか、マウスですか。マウスとかラットとか全然いろんな動物で証明されてて、ああ証明されてる、うん、人の場合はねやっぱりそのどういうふうに増やすかという、まあ、モニターさんがどれぐらい集まるかによるから、ああだからそのちゃんとやれば出るんじゃないですか。あの、ああ成分的な感じ入ってるから、大山さんこれもう発売にされてもうだいぶ経つんですか。はい、去年の11月にちょっとドバイの方で初で、はい、あドバイね、へえ、ドバイエクスポにもちょっと出展させていただいたんですよ。あ、そうなの、はい、なんでまたドバイ。あ、ドバイはあの万博に再生医療 の, あの方で私たち出展の依頼がありまして、へー、はい、初ドバイでやったんですか。はい、へー、増やせ、でも増やせる生やせるってドバイの人分かんのかな。分からないこのパッケージ、これ日本語で書いてあるでしょ。そうですね、いやでも英語で書いてる、英語で書いてる、うん、すごい。反響どうでした。はすごく良かったですね。良かった。はい、でもう売れてるんですか。今、はい、少しずつ売れてまして、であの5月の、下旬、今月中に、あ、はい、今月中にいいんですかね、うん、放送、はい、今月中にはあの日本の方で EC サイトの方で、はい、あの発売させることになってます。 まだ発売はしてないわけ、はい、あ、今月末には。なるほど、はい、ドバイの人なんか、まあ確かにハゲてる人いるな。森下先生、2025年大阪万博あるじゃない。そうそうそう、関西万博あるじゃない、うん、最新の関西万博ね、確かにもうエビデンス出してもらって、もっとね、エビデンス出していただいて、うん、いやもっとだから一振りでフサフサするようなやつがいいな。そういうこと、はい、うん、どうですかここまでの話で。いや、なんか素朴な疑問なんですけど、どうぞどうぞ、はい、その、はい、なんでそんなに高価なんだろうって、あの高いとか費用がかかるんだろう、ね、いい質問だね。これ何なんですか。これね、あのまず細胞を取ってきて、その取る主義量がいるでしょ。で増やすところが実はお金がすごくかかるんですよ。で、はい、細胞を増やすためにはさっき言ったいろんな養分とかがいるから、はい、それが高いんですよ、はい、でしかも、エースメディカルサポートは何日かけて増やすの。1ヶ月ぐらい。そうですね、うん、1ヶ月ぐらいかけて1億セル、うん、でその増やすための人手とかね、うん、その間ずっと管理しなきゃいけないから、はい、その勝手に入れといたら勝手に増えるわけじゃなくて2日とか3日に1回その浄水器を変えていかなきゃいけないんですよ。メンテナンスがいるわけですよ、うん、そうそう、それ大変なんで、しかもその間にバイ菌とか入ったら全部アウトになっちゃうんで、うん、無菌状態でしなきゃいけないし、施設もすごいお金かかるんですよ。ちょっとそんな施設簡単のどっかの病院ですぐ作るってわけにいかないですよね。いかないから、まあ、それであれですか、この AS メディカルサポートっていうのはできてるわけですか。そうです、そういうこと、はい、そういうこと、そうです、はい、まあセンターっていうと、その一箇所にクリニック、再生医療を行えるクリニック、そしてリハビリ、そして培養施設ですね、今あのおっしゃられた細胞を増やしていく施設があります。なので、まあここにはすごい、お金があるね。お金だ、だいたい自分で作ると数億かかるんじゃないですかね。数億、うん、それは大学ではやってないんですか。だ大学も一部やってるけども、やっぱりその研究費とかが入ってこないと続かないから、だから企業とかでやっぱりそのある意味儲けながらやってもらわないと広がらないっていうね、なので結局数千万というお金になっちゃうわけですよ。うんうん、実際にその患者さんに打つときはね、今の話聞くと1000万じゃ安いかなっていうぐらい、そう、あ、そうですね、その数億円ってなると、うん、あ、そうだから、まあ、もっとたくさんの人がするようになるともっと値段も安くなると思うんだけど ね、うん、現状まだまだやっぱり非常に高くて、あのさっき の, その保険収載の話だけど、うん、これは見通しはどうなんですか。そうですね、やはりエビデンスが、うん、多く集めないと難しいっていうのはちょっと言われてまして、うん、まあそれはそうだ、はい、でそのためにもやはりこの基金を集めて、たくさんの人に受けていただいたら、うん、エビデンスも、まあ、増えると、う
はい、なので、こんな活動をしない、私たちがこういう活動をしないと、やはり再生医療はずっと高額なままなんですよね、でどうにかして、安く保険で受けてもらいたい、はい、じゃあ分かりました、はい、じゃあ私スポンサードしましょうっていう方はどうですか、手応えは。手応えはすごい良くて、はい、うちでやはり治療を受けていらっしゃる、はい、芸能界の方だったりスポーツ選手だったり、はい、たくさんいらっしゃるんですよ、はい、普通の整形外科で、はい、治らないこととかが、うん、やはりこの幹細胞治療で、はい、肘が動いたりとか、はい、歩けたり、あれですか、結構じゃあ実は私も再生医療を受けてんですみたいな方が結構いるんですか。はい、はい、います。そういうことだね、はい、でもその再生医療も正しく、再生医療治療っていうのを行ってないところもありまして、はいはい、私たちはその再生医療ってやはりそのイメージ的に、うさんくさいだったり、なんでこんなにこう高いこう、はい、だったり言われるんですけども、やはりこのうさんくささっていうのをどうにかして変えたいんですね。なるほど、でこんなにいい治療医療なのに、うさんくさいって言われると、なんでこんなにいっぱいその改善していらっしゃる方がたくさんいらっしゃるのに、なぜそうやって言われないといけないのかっていうのがすごい腹立たしくて、そういう活動を、していきたいです。なるほど、うつ量が違うだけでもね、例えば1億打つのと1000万個打つのは全然別なわけですよ、再生医療だって薄いの打ったって聞かない人もいればね、でもたくさん打つとお金もかかるし、その作る施設も当然たくさんいるわけですよ、だからそういう意味じゃまだあんまり再生医療ってこう、うまくスタンダード化できてない分野で、これからその辺やっぱしっかりやっていくような会社が増えていかないと普及しないというね、なんちゃって再生医療って結構多いんですよ。私やってますみたいなね、はい、それだとやっぱ効果ないかな、そうするとやっぱりエビデンスとそのあれで、このなんていうの、この、スタンダード、この治療っていうのはこういうもんですっていうのが、ある程度こう様式化されて、そこまでまだ行ってないわけ、行ってない、今だからそれを皆さん頑張ろうというところですよね、はい、なるほどね、というわけでした、やってみたいですね。やってみたい。最近バイオ情勢はね、女性の場合顔に映す人多いよ ね、 ですね、美容で、美容で張りが出るという、張りが出る、はい、それこそ一番すごい噂、プーチン大統領はね、その血液若い女性の幹細胞打ってるという噂があったんですね。ドラキュラの世界。まあこれは噂だけどね、だけどやっぱりそういう芸能人の方でやってる方結構多いという話は聞きますよね、まあいずれにせよいろいろ壁はあるにせよ、誰かが手掛けて、もちろんね、大学の研究現場っていうのもあるし、でそれをサポートする、こう大山さんのようなこのやっぱ在野からそういう仕組み作っていくっていう話も、同時に進んでいかないとなかなか普及が難しいでしょうね。わかりました。今日はどうもいろいろ再生医療についてお話をお聞きしてきました。どうも大山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。